はい、上僕の戦い3回目です。前回は、春秋左氏伝の、紀行27年慶に、基づいて読みました。で、その慶というのが孔子が書いたと言われている部分で、それに対して細かい出来事を伝、伝える伝という形で、補足しているのが春秋左氏伝という、歴史書です。でこの紀行27年に、祖人、祖が、祖の軍がですね、祖を囲んで、でその祖の、攻撃しながらですね、諸侯を集めて一緒に祖を、袋叩きにしたっていうことが起きました。でそのそれで慶は終わってしまうんですけど、それに対する伝がもうちょっ とその時の出来事を詳しく書いていて、曰くですね、祖がですね、諸侯とともに宋を包囲しましたと。で宋は羽冠に木の宋はやられっぱなしじゃダメなので、使者を立ててですね、進、進む進に、立てて、あの進の文庫ってありますかね。この戦い、進む進と南の宋、宋の戦いですから、宋の国がですね、今四極に攻められたら助けてっていうことで、進に、救援の使者、助けを求める使者というのを派遣しましたと。でその使者を派遣したっていうことが伝に書いてあるわけです。だからそっちを読まないとですね、ただ単に宋がやられっぱなしでおしまいってなってしまうから、伝によって初めて、助けを求めて、この戦いに秦が、関わっていった、絡め取られていったっていうことが分かります。で秦の中ではですね、その助けを求めた使者の、連絡を受けて、助けに行くべきかどうかっていう議論をしますっていうのが、紀行27年の伝に書かれています。でその時にどんな議論をしているかというと、前の動画でも言いましたが、この今回のシリーズでは、個人名は、2人しか出しません。で画面に表示している、その将軍というか、その、軍を率いている四玉と、あと秦の文庫という人ですね。でそれ以外は個人名を出さないんですけど、国の名前は出すのOK にしていただきたいんですが、この時にですね、秦の文庫が、に対してですね、秦の中で、国の中で、助けるべきかどうかっていう議論をした時に、重臣の一人が言います。昔ですね、宋に助けてもらったことがあるから、その恩返しとして助けに行かなければいけないよねっていうふうなことを言います。でここがですね、歴史書途中から読み始めてるんで、しっかり押さえていきたいところなんですけど、この秦の文庫はですね、まだ即位する前、秦の君主になる前はですね、あちこちの国を放浪してたことがあるんですよ。国内の争いに巻き込まれて、で命を自分で失わないためにあちこちの国をうろうろしています。これって三国志の話に戻ると、諸葛亮が、慶州牧の劉表の息子にちょっと辺境に離れていって後から帰ってきて即位するのってありだよねって、即位というか場合は慶州の牧、慶州の長官になるのってありだよねっていうアドバイスをしたっていう話が確かあったと思うんですけど、今思いつきで喋ってるから違ったら概要欄で違ったすいませんって書いておきます。でその時の故事と一緒です。でその故事の当事者なんですけど、昔各国をうろうろして、で宋に行った時に、保護してもらったことがあるんですよね。でその時にどうやら記述を見ると、馬80頭を送ってもらったりとかしてるんです、この宋の国で。だから宋には古い恩がある、旧恩があるから、その恩に報いるために助けに行かなきゃダメですよっていうふうに重臣がコメントをします。でこうやって昔の話をですね、振り返っているついでに言っとくと、この秦の文庫という人物って宋以外にもうろうろしていたことがありまして、今敵対している楚の国、四玉がいる楚の国にも流れていったことが一時期あるんですよ。でその時にですね、楚の君主からによくしてもらってですね、その国もこの秦の文庫というのが将来性がある人物だから、今のうちにちょっと恩を施しておいてもいいんじゃないのっていう下心も、あったんでしょうが、助けてあげてですね、
流れてきて、国を追われた文皇を助けてあげて、で助けてあげた代わりに、将来もしあなたが秦に返り咲いて、君主になったらですね、でもし秦と蘇が争うことが戦うことがあったらどんな風にして恩に報いてくれますかっていう風に聞いてるんですよね。なんか下心も隠す気が全くない全くないんですけど、その君主も将来有望な秦の文皇がまだ君主になる前に助けて、で将来どうしてくれるんだって聞いたら、秦の文皇は言ったことがあるんですよね。もし軍が衝突したら、軍を、後ろに下げますと。だから戦いの時にですね、後ろに下げるっていうのはすごく不利になることですから、助けてもらった恩にもし対立することになったら、蘇に有利なように振る舞いますよっていう風な約束をしたんですよ。でその、この約束、もちろんこの上僕の戦いに関係してくるから今寄り道してるんですけど、繰り返すと、この秦の文皇は今君主として君臨してますが、昔蘇に行って保護してもらって馬を譲ってもらったこともあれば、蘇に行って良くしてもらっていろいろな宝物とかももらって将来軍を引きますみたいな感じで、いろいろな約束をしながら、いろいろな恩を受けながら今日の地位に至っているという経緯がある人物です。だからこうしたその過去の歴史がある人物なので、当然その生まれていきなりね主君になったみたいな人物とはちょっと行動原理も違ってくるわけだし、周りの見方も変わってくるんですよね。でまあもちろんですね、そういったこともあるから、蘇が今蘇を攻めているんだから、蘇を助けましょうっていうふうになりました。でそうするとですね、どうやって助けるかっていうと、我々一緒にしちゃダメですね。私のような凡人だったらですね、蘇の国が蘇を攻めているんだったら、蘇に殴り込みをかけて、ウカンブリの蘇にですね殴り込みをかけて、蘇の軍ちょっと待ちたまえと、そんなに蘇をいじめるなっていうことで包囲している軍を攻撃する。こうすれば包囲は自然と解けるでしょうし、蘇のピンチは過ぎ去るはずなんですけど、そんなシンプルな救い方じゃないっていうふうに言った秦の重臣がいます。これは名前判明してるんですけど、動画を簡単にするために、名前は飛ばして喋ってます。今この喋りの元ネタになっているのが春秋左氏伝を岩波文庫の翻訳で読んだのと、さっきの精神の土曜がつけた注釈の和訳本があって、それに基づいて喋っているので、人物名は分かるんですけど、言いません言いません。で、それを一通り引き写したものをホームページに載っけておくので、それ概要欄に載せておくんですが、そこを読めば一応分かるようにはなってますが、漢字だらけで自分で言うのもなんですけど、漢字が多くて読むのがしんどい。はい。で、秦の文皇に対して、蘇が助けてくれっていうふうに言った時に、じゃあ蘇を助けましょうと。でどうやって助けたら効果的かなっていうふうになった時にですね、賢い人が、こういうわけです。蘇に直接赴くのではなくて、そのウカンブリの蘇の、左上にですね、曹操の曹ですね、あると思うんですよ。こっちの国を、攻撃しましょうということを言います。だからこの矢印の状態、図の形が完成するんですけど、蘇が蘇を攻めた、四玉が赤い矢印で攻めているのに対して、この蘇を救うために、進む秦は曹操の曹を攻撃しましょうと。だから赤い矢印のように攻撃を仕掛けましょうっていう風な意見が出ます。なんかちぐはぐなことをしているように見えるんですけれども、もちろんちぐはぐではなくて、でなぜかというとですね、この時代に、国がですね強くなろうとしていくと、自分の領土を治めていくだけじゃなくて、他の国々を守ってやったりとか、争い事を仲裁したりとか、もっと言えば、軍事的に支配はしませんが、影響下に置く、言うことを聞かせる、協力させる、ミーティング開くんであれば、動員する、呼び出す能力があるっていうことで、国の強さ、威信が高まっていくっていう考え方をするんですけど、
その時に楚の国はですね、この、白い四角の中に書いてある曹操の曹とか A 守るって書いて自衛隊の A ですが A の国も、一応ですね曹が面倒を見ていくっていうような形で捉えていたので、属国っていうと語弊がありますが、曹はですねこの曹とか A この白い四角の国をですね守る責任がある。少なくとも曹がその国を守れなかったら今よりも威信権威が下がってしまうっていうことが言えるので、直接ですね秦は曹を救いに行くのじゃなくて、曹が守るべき小国小さい国を攻めて、そうすると曹の国ってほっとけないんですよね。自分の配下子分がですね、攻撃されていると敵国を包囲している場合ではなくて部下配下を救いに行くっていうアクションを取らなきゃいけないから、そうすればおのずと曹の軍は曹操の曹に向かうから、今の城の包囲を解くに違いないっていう知恵を授けた人がいます。ここ面白いとこ1個目ですよね。だから単純にですね攻められた城に駆けつけて叩き合いをするっていうのではなくて、曹がどんなニーズがあるのかっていうと、 A とか曹操の曹を、衛星国というか属国というかとして従えていくっていう、彼らがやりたいことに対してちゃちゃを入れに行く、邪魔をしに行くことによって、結果的にこの浮かんぶりの曹を救おうとしたということをやったわけです。ここまでが戦いが起こる前の年の出来事です。でこの戦いに臨むにあたってですね、秦の文公の軍っていうと軍とか軍の訓練とか、国内の、政治民への教育とか文化の発展とかがですね行き届いていて、秦の軍はとても強かったっていうふうに春秋差し伝に書いてあって、秦の文公やっぱり強いすごいって書いてあるんですよ。でさらに言うと、この紀行27年の伝を見るとですね、こんな風に秦の文公は国を充実させて兵を強くしたから、やがて翌年に覇者になるのであるってもう書いちゃってるんですよね。だから歴史ものってハラハラドキドキさせるためのエンターテインメントという側面もあるんですけど、それは私たちの読み方の、都合であって、やっぱり分かりやすさ重視というかネタバレ重視というか、こういうことが起きたのはこうなった原因であるとか、これの因果応報っていうと仏教っぽくなっちゃいますけど、こういうことがあったから後々こうなっていったっていうことって歴史家がちょいちょいですね口を挟んで教えてくれるんですよ。だからその私がこの動画の1本目でこの上牧の戦いというのは、秦の文公が楚の私欲を下して覇者になる戦いであるって言っちゃったんですけど、台無しかっていうと、歴史書にはよくあることなんで、そんなに悪いことはしていないです。はい、ということで、紀行27年、つまり、紀元前でいうと、633年の出来事はここまで。曹が、浮かんぶりの曹を攻めた。でそうすると浮かんぶりの曹が、助けを進む神に求めていった。で進むシーンは曹を助けるためにあえて違う国である、曹の国を攻めていった。赤い矢印のような形で、互い違いの戦いが起きていった。ここまでで、1年が終わります。はい、今回はここまでです。